バターはもはやアイスクリーム。どうもシャルロットです。 My name is シャルロット。本日の動画はダンスの決めポーズ選手権。はい、というわけでね、本日の動画はですね、ダンスにおいて大事なもの、振り付けとかね、いろいろあると思うんですけどもね、やっぱりね、最後を締める決めポーズ、決めポーズこそがね、重要なんですよ。例えばね、どんなにかっこいいダンスをね、披露していても、最後の決めポーズが、うーんって感じだったら、締まらないわけなんです。かっこよくならないわけなんです。そしてね、そんなね、肝心な決めポーズを、この私、120キロデブのシャルロットが、5つぐらい考案しました。なのでね、僕も実際やってみて、これやっぱいいなって思うのを MVP を決めて、で、皆さんもね、よかったらね、どれが良かったかコメント等で教えてみてください。どれが良かったかね、判断してみてください。それでは、Here we go!いかがだったでしょうか。かっこいいポーズ、かわいいポーズ、やってみたいなって思うポーズ見つかりましたか。よかったらね、いろいろね、決めポーズ最後やってまいりましたので、皆さんもね、よかったらね、どれが良かったとかコメントをぜひください。なんならね、もっとちゃんとやれよとか、もっと考えろ、しっかりしろ、かっこよかったよみたいな、いろんなね、クレーム、称賛、もうね、阿鼻叫喚、なんでも受け止めます。よかったらね、コメントください。というわけでね、第2回決めポーズ選手権もね、やっていきたいと思いますので、よかったらね、またまた見てください、動画を。では本日もね、動画のご視聴ありがとうございました。よかったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、今回の動画だけじゃなくてね、いろんな動画出していきますので、よかったらコメントください。というわけで、本日も動画のご視聴ありがとうございました。では次の動画で会いましょう。グッバイ。